指トリガーセーフティーについて教えてほしいのですが、実戦では指は常に引き金にかけているのですか、それとも打つ時だけ引き金にかけて打たない時は外しているのですか、セーフティーに関しても実戦では常に解除しているのですか、それとも打つ時だけ解除で、あ、これですね、うん、これはですね、ですね、なんか持ってきました、あ、すいません、あ、今カチョイジを、あ、これでいいですか、ね、はい、ありがとうございます。簡単に説明します。まずトリガーに指が入ってるか伸ばしてるか、ここですよね。これは伸ばしてるっていうのが正解でもあるし間違いでもあります。これね、ぶっちゃけどっちでもいいです。これ人によって違うんですよね、うんうん、人によって違います。これは練度の話になってきます。うん、練度の話、これは指伸ばしてれば誤射の可能性がすごい低くなるんですよね。だけど打つのが遅くなります。なんでかって言ったら、こっからパチンって入れなくちゃいけないから遅くなります。こっちは誤射の可能性が高いけど打つのが早いです。その違いっていうだけなんですね。なので最初はまず危ないから、味方打ったりとか打っちゃいけない人打っちゃ危ないから、当然セーフティーもかけてます。セーフティーをかけた状態で指も伸ばしておきます。これがまずはやること、しっかりとやっておきます。だけどそれじゃあ勝てないようなね、敵とか、まああとは自分のレベルが上がってきて、セーフティーは解除しっぱなしにしといて指は伸ばしておくと。でさらにその先に行った人っていうのが、指ここに置きます。トリガーに当てないで、トリガーガードのここにこうやってもう指当てとく、この状態から打つ、この状態から打つっていうのをやる人も稀にいます。で極限まで来るとここもうトリガーに指を引くだから4段階って言われてるんですよ。まずはセーフティーかけて指伸ばしとく、次はセーフティー解除して指伸ばしとく、次はセーフティー解除してここに指を置いとく、で最後はセーフティー解除して指をトリガーにかけておく。だからこれはもうみんな練度によってね、変えていくっていうふうに言われてて、だからこれはもう本当にどれが一番正しいよとはね、言えないんですよ。その人の練度によって使い分けるっていうふうに覚えてもらえればいいかなと思います。引くときにセーフティー。はい。